渡辺金は日本の開拓者、教育者。北海道開拓を目的とした団体、番生者の一員として、北海道と勝地方、帯広の開墾に従事し、その傍らで私塾を開いて入植者の子供たちに読み書きを教え、帯広の教育の基礎を築いた。番生者としての開拓は成功したとは言えないが、開拓に伴って金が子供たちに施した教育は、 後の十勝の住民に受け継がれ、十勝の発展の基盤となった。帯広教育の母、女性入職者の先駆け、十勝開拓の母とも呼ばれる。北海道の先住民族であるアイヌたちと信仰を深めたことでも知られる。夫は、万星者参幹部の一人である、渡辺勝る。兄は同じく万星者参幹部の一人である、鈴木重太郎。江戸本郷五弓町で、 一家の長女として誕生した。父の鈴木近長が上田藩に仕えていたために、6歳から上田の城下町で育った。1871年の廃藩地権により、上田藩が長野県となったことに伴い、鈴木家は翌1872年11月に一家を挙げて上京した。1874年11月、親町の仕事の都合で、 横浜の石川町坂上に移転した。父の親町は文明開化を唱える人物であり、横浜は偉人館が立ち並ぶ町、さらに当時は開港から間もない深海地という環境もあって、金は自由奔放に育った。また横浜への転居当時、親町と兄の重太郎はキリスト教徒であり、すでに受選していた。金と、 共立女学校の友人たち翌1875年春、金は横浜の共立女学校に入学した。翌1876年から寮生となった。この学校は西洋式の学校としては日本最古の学校であり、金は教養に加えて西洋風の生活習慣を身につけた。同1876年、共立女学校校長で宣教師でもある。 ルイーズ・ピアソンの影響により、日本キリスト公会で受選した。1882年5月、教立女学校の英学部を第一回生の3人のうちの一人として卒業した。卒業後は学校に泊まって、社間研究員として勤めた。翌1883年1月には、交換学部も卒業した。この時金は、アメリカに渡りたいと決意していたとの説もある。 渡辺正と管理の結婚写真1882年頃、渡辺正が開拓者として北海道へ渡ることを理由に結婚話が破談になり、心を痛めていた。万政者の発起人である、与田勤さんは彼を案じて、共に万政者の事業に着手している、鈴木重太郎に相談したことで、価値と金の縁談話が持ち上がった。 開拓者としての北海道行きを前提とした縁談であり、父の親長が金に意思を確かめたところ、金は武家の娘らしく、お父様のおっしゃる通りにいたしますの一言でそれを受け入れ、結婚と共に開拓者の道を承諾した。1883年1月5日、与田勤さんの売却のもと、渡辺勝と結婚した。勝ちはすでに北海道に渡ることが決定しており、 開拓団が横浜港を出発する前日の4月9日夜、横浜の教立女学校で結婚式が行われた。晩生者の一同結婚式翌日の1883年4月10日、勝ちは開拓団の一人として横浜を立った。金は姑か来住を許可されなかったことなどで出発が遅れ、5ヶ月後の9月19日、父の親長、 ヨダの末程のヨダ文三郎らと共に横浜を立った。北海道の函館に到着後、馬車や蒸気船などを乗り継いで陸路、海、川を渡り、29日後の10月17日、下帯広村に到着した。十勝は当時の北海道で採用の地の一つであり、無人の荒野の開拓の苦労は言語に絶するものだった。生活は食事や粗末な住宅をはじめ、 すべてにおいて急防しており、医者も産場もいなかった。夏には大量の蚊やぶよに襲われた。稲子など中害に加えて、霊害、洪水、風土病、のびなどが、次々に金たちを襲った。後に残された価値と金の日記には、霜雪のごとし、昨夜より花肌寒し、小つの周り及び板囲いの隙間を張るなど、当時の苦労ぶりが記されている。 万世者の開拓事業が、そのようなが困難に瀕した時に、人々を慰め、励ますことも、金の役目の一つであった。開拓の苦難に嘆き、時に涙する者がいると、金は、そんな弱音を吐いちゃ、ダメ、さあ、一休みして、皆で歌でも歌いましょう、などと、柔らかく元気づけた。せっかく育てた、農作物が中外で滅び、皆が不満を爆発させても、 私は我慢する。失敗は成功のもとと言って、自然と戦い続けた。ヨダたち万世者参観部も、女性たちからの文句の対応には、苦労し、お金さん、頼むと金を頻繁に頼った。また仲間に衣服を分けたり、体調を崩したものに、栄養のある食料を分けたりするなど、皆の生活全般を支えた。1885年6月、金は長女を出産直後から、 マラリアに苦しめられた。マラリアは移民たち皆を苦しめる病気であったが、金は幸いにも、高マラリア薬であるキニーネを譲り受けていたために治癒し、さらに多くのマラリア患者を救うことができた。1893年には、帯広に医師が着任したが、マラリアが流行すると、多くの患者が金のもとにキニーネを求めて、駆け込むのが、常となった。金たちの開拓地の位置関係。 ヨダツトのつまり陸は、金よりも年下であり、過酷な開拓にしばしば根を上げて、北海道を去ると言い出しており、金は陸が千八百八十六年に帯広を去るまで、彼女を助ける役でもあった。同千八百八十六年には、渡辺正と鈴木重太郎が共に、帯広から二十キロ離れた西しかり村へ開墾に出向き、晩成者は幹部二人を書いたことから、 なおのこと金が皆を支えなくてはならなかった。渡辺正里や金たちと共に北海道へ渡ってきた一団の中には当時わずか2歳だった子供もいた。子供たちは親たちと共に未開拓の過酷な生活環境を強いられている上に教育を受けることもできずにいた。金は子供たちを見かねてかつて女学校で教鞭を取った経験を活かして勉強を教えることを思い立った。 価値も金の意見に賛成し、移民してきみなもこれに賛成した。晩生者入植当時の帯広の住居群帯広に到着した年の10月より、金は私塾を開き、開拓の余暇を利用して移民の子供たちに読み書きを教えた。金は当時まだ若かったため、子供たちは大いにはしゃいで金の元に集った。私塾の建物は入植したばかりの開拓者たちが、 柳の木皮を水に浸し、庭か作りの縄で結んで作り上げた粗末な掘った手小屋であったが、金が優しく教える声、子供たちの明るい声が、いつもほがらかに響いていた。教室はいつも賑やかであり、騒いだりよそ見をしたりする子もおり、金が教えるのは一苦労であった。北海道の地では、先住民族であるアイヌの子供たちが、髪も荒れ放題で裸足で走り回っていた。 価値と金は、キリスト教徒としての信仰心の深さから、アイヌを自分たちと同じ人間と考えて、アイヌの子供たちにも勉強を教えた。アイヌの子供たちはすっかり金になつき、金に甘えて、離れようとしない子供もいたほどだった。人々はこの金の教育に感謝して、金を母親のように慕った。また金は、夫の価値とともに週に一度、 キリスト教の集会を自宅で開いて聖書の臨読なども行った。宣教師たちも頻繁にその場を訪れており、その中にはアメリカ人宣教師であるピアソン夫妻の姿もあった。夫妻は帰国後も金を励ます手紙を送っていた。本州からの伝道師も受け入れた。後の講演では日曜ごとに時間を設けて聖書の研究をしていたとも語っていた。 こうした金の教育は1894年に帯広市街の寺の説教所に寺小屋が併設されるまで約10年間続けられた。これが帯広の教育の始まりとなった。また、こうして金の下で勉強に励む子供たちの存在は、勝ちたち開拓者たちにとっても子供たちのために開拓にいそしまなければならないと開拓への励みにつながった。 戦術の木ニーネのように用意のいい金であったが、衣服には苦労をしていた。使いのものを船で送り出せば、往復三日ほどで服の購入が可能であったが、船を出すほどの余裕はなく、当時は物価も非常に高かったのである。金は服など身の回りのものを現地で調達することにした。渡辺家はアイヌと親しくなっていたことから、アイヌが金たちの力となった。 アイヌの女性は、アイヌの織物であるアットゥシを、一枚につき縫い張り三本で、交換してくれた。このアットゥシが、金の野良木であった。足は、勝負の茎を乾かして作った草履やわらじを履くことも、あったが、多くの場合は裸足であった。こうして、金は、アイヌと協力し合い、交流を深めた。アイヌ住民の相談相手にもなった。当時の和人は、 アイヌの地位を低く見ていたため、アイヌと和人の折り合いは良くなかったが、カチとカネはアイヌに対して対等に接していたため、アイヌたちはカチを西パと呼んで親しみ、カチとカネの家に入り浸って交友を楽しんだ。カネの孫は、カネはアイヌ語を相当に話すことができたと証言している。アイヌと同様の見なりをするカネは、次第にアイヌに溶け込んでいった。多くの調査員、 測量技師、旅行者らが、渡辺家を北海道への足がかりとしたが、その一人である、北海道町の技手の内田泥が1888年に家を訪れた際は、内田は、あってう姿の鐘を、アイヌの女性と見誤るほどであった。また鐘の幼い娘たちは、アイヌの古老たちに、家族のように懐くにもかかわらず、洋服姿の内田には警戒して、懐くことがなかったという逸話もある。 入植から10年後の1893年、帯広は市外予定地の区画割にまで発展し、徐々に生活環境が改善されていた。しかし価値は畑の成績が一向に上がらないことから、畑仕事に見切りをつけ、牧場経営に転換すべく差別村へ転居した。金は10年かけて開拓した帯広の地を離れ、新たな地での再出発を余儀なくされた。 金の苦労は依然として減ることはなかった。差別では事業はしばらくの間は順調で生活も安定していたかのようだった。勝は牧場経営に熱心に取り組み、やがて村の総大に選ばれ第一期おとふけ村村会議員に当選するほど村民たちからの信頼を得ていた。しかし勝は次第に酒を煽るようになり家庭を顧みず金にも辛く当たった。 これは、頼みの綱であった、牧場経営は、収入に対して支出が2倍以上という赤字続きであったことや、後から差別に入植した他の者のが、さほど苦労もなく、収入を得ていたことで、価値の不満が募ったためと見られている。価値に代わり、家庭でのすべての負担は、金の肩にかかった。金は、家計のやりくり、次男四女の養育、世間との交際のすべてを、 カチに変わってこなした。特に家計のやりくりは困難を極め、トウモロコシのカユが主食であった。子供たちの養育のために鶏を飼い、卵を売って学費にあてたこともあった。このためにカチと金の子たちは一人残らずお母さん子であった。金と娘二人1921年10月、カチは脳出血により倒れ、翌1922年に死去した。金は 夫の最後を見取った後に差別を離れて帯広に戻った。1932年末、晩姓者が解放された。金の子のうち息子二人が金に先立って死去しており、金に残された仕事は孫の養育であった。晩年の金は孫の成長を見守りつつ、特に恵まれてはいないものの平穏な日々を過ごした。1933年には帯広が 姿勢制定され、北海道の開拓の苦難はもはや、遠い過去の話となっていた。金は、学校や団体などから、招待されて、入職時の体験の語りを依頼されることもあった。そのような場でも金は、これといった自慢話はせず、むしろ謙遜して、自分の体験をありのままに淡々と述べるだけであった。万声者は失敗しましたが、 私たちは花咲爺さんの犬の役目を果たしただけで、ここ掘れワンワンと教えたのです。十勝がこんなに栄えるようになったのですから、本当に満足です。でも、それは、金さんの負け惜しみでしょうなどと笑う人もありますが、決して負け惜しみなんかではありません。信仰で貫いた生涯、北海道総務部文書化1984、ピアニッシモ、 169から170より引用。振り返りますと、この50年は夢のようでございますが、寂しいとか退屈であるとかを実感したことはございません。それはそのはずです。私どもは全くの新米白ャ症で、すべてが初めてなので、失敗をする前に研究せねばなりませんから、人一,一倍多忙でした。失敗も多いです。 失敗は成功のもととして慎んで受けます。どうして寂しいとか退屈とか簡単に言えましょうか。病気する暇もなかったのです。開拓で悟りを開いた、明治女、渡辺金、津田2004、P61 より、陰陽道1933年に、金は自分自身を枯れた株に例えて、十勝屋の枯れ株に咲くリリの花と俳句を詠んだ。リリとは、スズランのことであり、 死んでしまった、枯れ株に命を燃やす花、厳しくても凛として咲く花を歌ったものと見られている。開拓の体験談を求めて、渡辺家を訪れる者も,も多かった。その中には、小説家の林文子の姿もあった。しかし林の作品には、金の名は一切登場しない。金があまりに立派すぎて、林の興味を引かなかったため、または、 金の体験は開拓の苦痛や困難のみだったために林を刺激するようなロマンがなかったため、40歳以上の世代差により、羊や人生観、倫理観や宗教観が異なっていたためなどの説がある。1936年には昭和天皇の北海道行行にあたって、金は帯広の開拓者、万世者幹部の唯一の生存者として、特別崩壊を許された。 かつて、ヨダツトムさんが入職当時に、ここに天皇陛下をお迎えしてみせると豪語していたことから、金はその官類を直ちに、ヨダツトムさん、勝重太郎の墓前に報告した。翌1937年には、地元の郷土市屋のインタビューに対して、自分たちを、先の花咲爺さんの犬に例えて、こう述べた。犬は、 後から来る人たちのために先にこの地を開くのが役目で、あって宝物を見つけるのは、後から来た人なのです。犬は、犬だけの役目を立派に果たしました。付け加えて、古典の、平家物語の中の、熊谷直実の中で、連生坊の16年は、夢のご年に例えて、私たち万世者の50年もまた夢のご年です。開拓の母と慕われる、 ゴーダー番組取材班 2003P213 より引用同様に開拓が自分たち一代で成り立たなかったと話していた内容が後年の与田勤さんの評伝に記録されている開拓という事業は一代ではなりません私たちはステイ師です次の次の時代に花が咲けば満足ですその花を咲かせるためには人材がいります 私一代がこの地に朽ち果てるは我慢ができます。けれども子供たちがその能力を持ちながら教育を受けることができず野人で終わるようなことがあってはならないと思います。教育に尽くした女性渡辺金鈴木 2009P8 より引用の地に長女と共に北見市や東京都下原町田に移り住んだが1945年には戦火を逃れて 北海道へ戻った。太平洋戦争期には、金も他の家へ同様に戦時下の苦難にあったが、武家の娘としての心構え、鍛え抜いた信仰心により、決して取り乱すことはなかった。終戦後は、英語の教えを請う者、英語の公文書の翻訳を依頼する者が、金をお金ばあさんと呼びしたい、尋ねてきた。金は、少女時代から愛用している、英和辞典を用いて、 明快に答えた。明治時代の女書生の面影は終生、失われることはなかった。終戦直後の同百9 4 5年12月1日、初めて入職した帯広の自宅で、孫たちに見取られながら、86歳で死去した。母妃は当初は差別にあったが、後に、乙家町の乙家霊園に、夫の価値と共に改装された。史跡表示版、渡辺正る。 金入植の地の位置、帯広市内の渡辺家の庭には、北海道の原生林の生き残りである柏の巨木2本が残されており、金の孫が、勝ちの木、金の木と命名した。勝と金の夫妻の異例のため、年に一度の祭事が取り行われた。金たちの入植から100年目に当たる1982年5月、金の孫の渡辺広志たちにより、帯広市内に、史跡表示板。 渡辺正る、金入植の地が建立された。この表示板に隣接して、記念碑渡辺正る金入植の地の日も建てられている。1996年、横浜の教立女学校で金を教えていた、加藤茂の著により、教伝、林として生きるが発行された。出荷ではあるが、キリスト教的側面から金の生涯を照射した。 金の初の本格的電気と評される書である。1999年には、北海道新聞市場の連載記事で、この、林として生きるを参考資料とした金の生涯が紹介された際には、同書について多くの問い合わせがあり、反響を受けたことで同書の再販に至った。帯広100年記念館には、金が帯広で綴った5冊の日記が保管されている。 万世社の開拓を生活者としての視点から記録したもので料理をはじめ、日々の出来事、生活ぶり、訪問者などが事細かに記録されている。当時の開拓者たちの生活の様子を把握できる貴重な資料である。同館の学芸員もその丁寧さと情報量の多さに舌を巻くほどである。また金たちの当時の風景を示す資料として、 1890年7月、アイヌ民族の調査の途中で、渡辺家に滞在した、イギリス人画家のヘンリー・サービジ・ランドーが、渡辺家を描いて金たちへ送った油絵が、十勝最古の油絵、帯広の開拓の初期の民家を忠実に写生した絵として、帯広市指定文化財に指定されており、同館に所蔵されている。金の孫である渡辺広氏は、 金たちの開拓資料が散逸すること、家族らに渡辺家の資料を守る者もいないことを憂慮して、自宅裏の建物を改造して、施設資料館、渡辺勝、る、金開拓資料室を設立した。金の人物像についても、いくつか重要な証言を残している。またこうは、郷土史家としての活動に加えて、中条文子や時田則夫といった多くの家人を、 排出してきた単価雑誌、拳の顧問としても知られている。2018年12月には、北海道十勝郡浦幌町の浦幌町立博物館で、金が横浜で入手した英語と日本語の聖書や、戦術のピアソン夫妻のジョージ・ピアソンから送られたクリスマスカードなどの未公開資料が初めて公開された。それまであまり帰り見られることのなかった。 トカチ開拓におけるキリスト教徒の足跡を示す資料として詳細な研究が待たれている。また、金の人物像の解明はあまり進んでいないことや、金の宗教観が、万世者の開拓の側面を知る上での研究課題になり得るとの意味でも、さらなる研究が期待されている。翌2019年には、国指定重要文化財である、帯広市の旧二葉幼稚園社の一般開放に、 合わせて、金の生誕百六十周年記念の有料コンサートが開催された。金が北海道行きを決断した当時は文明開化の風潮が強く、横浜の共立女学校で高い教養を身につけた女性は外交官や貿易商のもとに嫁ぐことが多かった。金がそのような立場であったにもかかわらず、北海道開拓者という地味で辛い道を選んだ理由は、 明らかになっていない。ルイーズ・ピアソン一つの可能性として考えられているのは、戦術の強立女学校のルイーズ・ピアソン校長からの影響である。金はピアソンを特に敬愛しており、教理を離れた地で様々な圧力にあいながらも、キリスト教の教えを説く、いわばキリスト教の開拓者といえるピアソンの姿に影響を受けたとの考えである。金の残した日記によれば、 ピアソンは、火の玉のような信仰心の持ち主、困っている人がいれば、自分のバター台を削ってでも助けたとあり、金はそうした、ピアソンの姿に、開拓者としての自分を重ね合わせたとする見方もある。戦術の加藤茂物地に、金は、ピアソンとの出会いがなければ、北海道行きに同意することはなかったと語っている。金の北海道行きが迫った頃、ピアソンは金を、校長室に呼び、 自分が、夫と子供4人と死別し、老いた母の反対を振り切って、日本へ渡ったことを打ち明けて、あなたもできる限りのことをしなさいと、金のために祈ったという。また、金の肉親である、重太郎が、この結婚話の以前より、与田勤さんや渡辺正らと共に、万成者の事業に、着手していたことや、父の親町が数年前から、破産士族移住の説を唱えていたことから、 金がそれに同調したとも見られている。その他、当時の日本はまだ国外への偏見や断尊上卑の考えが根強く、金は異人感のある町の住人という理由だけで、いわれのない迫害を受けていたことから、本土に見切りをつけ、北海道に新天地を求めたとの説や、価値も金と同様に敬験なキリスト教徒だったためとの説。金は女学校を卒業後に、渡米の夢を抱いており、 その夢を未開の地である北海道に託したなどの説もある。帯広アイヌ協会で会長を務めた笹村二郎はアイヌが移民から物をもらったという話を金以外に聞いたことがないと言い、金は人間味がある人だったのでしょうと語っている。勝チと金の残した日記には渡辺家にアイヌが訪れて酒を飲み明かしたとの記述が多数あり、アイヌたちにとって勝チと金の家が 憩いの場であったことが伺える。このような金のアイヌ感は、共立女学校時代に根欠児との接触が多く、根欠児たちが愛のこと、差別されていたことや、金自身もキリスト教徒として差別を受けたことでの影響であり、さらに恩師であるピアソン校長のキリスト教教育によって育まれたものとも見られている。先日のサービジランドも開拓者でありながら、 教養とキリスト教精神に富んだ金を、身なりといい、物腰といい、日本の上流階級に属する人たちと寸分一がある、洗練された様子と評しており、文献で以下のように書き残した。目の前にいる老人と美しい婦人は、その要望といい、立ち振る舞いといい、日本内地の上流階級のそれと全く同じように、洗練されていたからであった。そのうち若い男も帰ってきた。 住宅の外観は見すぼらしいものであったが、その内部は誠に清潔で、私にはまるで天国にたどり着いた思いであった。進行をバネに買い込みへ、ゴーダー番組取材班2003、P211 より引用、ランドウの後に、郷土歴史家である若林勲が1912年8月に金の元を訪ねた時も腰は曲がって、 年は感じさせたが、色白くいかにも上品ではかかりし、頃の容姿を忍ばせる美貌さがあったという。1935年に、十勝毎日新聞社での座談会に金が出席した際にも、聴力は弱っていたものの、77歳とは思われぬ、あでやかな血色と記録されている。帯広市立帯広小学校の100周年記念誌にも、金は教育者として開拓者。 主婦としても、十勝の原野に咲いた一輪の花であったとある。身内による人物表ではあるが、金の孫も、決して弱音を吐かない人だったと語っており、夫の勝ちのまた名の妻は、結婚して金の元へ挨拶に上がった時の感想を、本当に上品なおばあちゃんでしたと語っている。番生者の解放後、金たちが開拓した土地は、開拓事業の失敗もあって、 他者の手に渡っており、そのことを、残念だねという者も,もいたが、金は元来人の好む土地にするのが目的であったのだから、これでも大満足です。何年経っても人の欲しがる土地にならなかったとしたら、それこそ残念ですと答えた。また大成した給油から、北海道行きを失敗とからかわれても、世のため、人のためになったのだから、失敗でもなくまた残念でもありませんと返した。 これらの言葉から金の人柄の気高さ、大らかさを評価する声もある。歴史学者の高倉慎一郎は北海道開拓において大きな役割を果たした女性の一人として金を挙げており、宗教家、作家の池田大作も自然豊かな北海道を育んだ忍耐強く慈愛に満ちた女性の一人として金の名を挙げている。万開拓団の第一期移民人のうち、 精神的に最も強かった人物は金だったとの評価もある。万生者の中では、渡辺勝や鈴木重太郎が、日本大百科全書や北海道大百科辞典などの百科辞典では取り上げられない一方で、金は、与田務さんとともに、開拓功労者収録などのような完成の出版物や、啓蒙書、児童書にも肩を並べて記載されている。作家の野波朝も、 万生者の開拓を題材とした小説チームオベリベリの執筆にあたり、与田勤さんや鈴木重太郎の活躍は、その陰に女があればこそと考えて、主人公を金にしたと述べている。相次いで、神道などに転修した夫の渡辺勝や兄の鈴木重太郎に対し、金は開拓事業をやれたのは8割方神の力ですと、後年に10回しているように、 キリスト教への信仰を生涯捨てることはなかった。聖書も常に手元に置き、修正、捨てることはなかった。英和辞典も手放すことはなかった。帯広志においても、勝家重太郎が思想の転機があり、人間として時に迷いを見せていた一方で、金は異常なまでに一筋に道を歩き通し、取り乱した形跡の見られない点が評価されている。 金が身につけていた教養のうち、横浜の教立女学校で学んだ英語は、女性宣教師から教えを受けた本格的なものであり、戦術のピアソン校長も自ら英文学を金に教えていた。金が近所の中学生らに英語について相談されれば、常に持ち歩いていた辞書を用いて、難しい英文も即座に訳していた。サービジランドは渡辺家を訪れた際に、 アイヌ女性と見曲がう金が流暢な英語を話す姿に非常に驚きを見せていた。ランドーが金のもとに3日間にわたって滞在するうちに、金はランドーの名のサービジから名前はサベージでもあなたはシバライズドジェントルメンですねと言って笑うなどジョークを交えた会話を交わすほどだった。金が帯広の子供たちへ施した教育について、十勝地方の歴史を 講演会などで伝える、十勝師団会の顧問の峰の言は、開拓事業は成功しなかったが、金は、帯広の教育の基礎を築いた、金はむしろ教育の開拓者であったと言えるだろうと、語っている。ありがとうございます。